ありがとう。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。チョコありがとう。恥ずかしくなってきた。チョコ午後はありがとう。全身見せれないな。いや、さっき起きてもう自分で来た。ちょっと全然できないんですけども、かわいい。ああ、ガリバーさん、ここありがとう。あ、ありがとうございます。やったー、チャンスタイム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 。匿名さんありがとう。仮想ふわっちくんありがとう。キャンディーありがとう。ありがとうございます。チャンスタイム、チャンスタイム、チャンスタイム、ありがとう。匿名さんもガリバーさんもありがとう。ハリュニャンもありがとう。ユミちゃん、ごくありがとう。あ、ありがとう。チャンスタイム、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 チャンスタイム。ありがとうございます。ありがとう。あー、ガリバーさん、トリックトリートありがとう。やったー。高いやつ。チャンスタイム、チャンスタイム、チャンスタイム、チャンスタイム。ハリニャありがとう。匿名さん、ここありがとう。仮想ボアチ君ありがとう。トリマ、はい、ありがとう。チャンスタイム、チャンスタイム、チャンスタイム。チョコ25個ありがとう。あ、ありがとう。ガリバーさんもハリニャンもありがとう。チャンスタイム、チャンスタイム。ガリバーさん5個、あ、2個もありがとう。あ、嬉しい。特命さんもありがとう。チャンスタイム、チャンスタイム、チャンスタイム、チャンスタイム。ありがとうございます。恥ずかしい。一応タイツも履いてる。これめちゃくちゃ短いんだよ、後ろが。後ろ、見える。可愛くないこれ。ね。これ可愛いよね。これ。
え、でもこれすっぴんだったら多分似合わないと思う。ももかいらっしゃい。みんなハロウィン何してるの？みんな。今日いつもより可愛い。いや、前が多分ね、コスプレ似合うと思う。あ、本当、匿名さんありがとう。やったー。褒められた。まやさん、さっき起きたんだ。昨日ずっとお腹痛くて、なんかね、子宮が痛かったな。今日の朝まで子宮が痛かったんだけど、これなんだろう。めっちゃ可愛い。アリちゃんいらっしゃい。大丈夫、無理してない。まゆ、あのさ、28じゃん。無理してるように見える。無理してない。あーねって感じ。よんちゃんいらっしゃい。ケンピン、本当？やったー、大丈夫？ありがとう、チョココ。一人で恥ずかしかったね。一人で移動しててさ、恥ずかしかったわ。言っとくけど、これで歩いてたからね。あ、今日ね、塗り忘れちゃった。急いでて。いちごいらっしゃい。まゆちゃん、すっぴんのが好き。マジで？いや、まゆさ、あの、なんつうの、パリピじゃないんだけど、なんか、31日、渋谷に行くときとかあるの。だから、コスプレし慣れてるから、恥じらいがない。うん。ありがとう、匿名さん。自信持った方が。いや、なんか、01に言われたんだ。なんか、けなされた。いい歳してて。こんな感じ。これさ、可愛くない？これ、確か5000円とかだよ。なんか1万円ぐらいしそうじゃない、これ。1万円ぐらいしそうじゃない。ちゃんと後ろもなんかちゃんとなってる。こうやってなってる。いや、かわいいでしょ、これ。どう考えたって。これ白雪姫ですね。うん、あ、ビールください。はい。あぶね。笑顔。おー、あー、いやでもこれあれだよ、あのバラバラになってて全部で1万超えするからね。1万円超えするからね。ちゃんと手袋も、これ手袋いる？いらなくない？どう？いらないよね。これいらないか。これいらなくない？どうなの？これいる？本当に？スパイダーマンみたいじゃない？
ょっとスパイダーマンっぽくない？赤いい感じ。ブラじゃないこれ、キャミソール。みんなあれかな、配信者さ、渋谷とか行ってるのかな。前渋谷行きたいんだけど。やばいね、小顔なんだ。あ、昨日行ってたんだ。行ってないの。でも昨日野田通り行ってたよ。閲覧4000人とか言ってた。ああ、揉める。でもあのさ、まゆたま、あの本当に毎年は行かないけど、あのね、行くんだ。寝てますね、家で。ゼロワンはあのコスプレ衣装もないし、なんか嫌な、怖いんだって。こういうパリピ族が怖いんだって。で、眉が怖いっつうか、自分とは違う人間だから、種族が違うねって言われた。俺はハロウィンで盛り上がる人間じゃないから、やるなら勝手に楽しむ。毎日ある意味コスプレ。今白焼き姫。私なんかね、何年か前にあのコスプレして渋谷行ったの。あまりにも人口密度がやばくて、あのスクラ、今でも覚えてるんだけど、スクランブル交差点から駅、あのスクランブル交差点から駅にたどり着くまでに1時間半かかったのは今でも覚えてる。一生満員電車だって。でたどり着いて、あのもう腕とかに血が出てた。なんかいろんな多分衣装とかの学校でいろんな人のこうやって消えて、いや今日はそんなすごく、毎年みたいにすごくないでしょ。やっぱコロナだし雨も降ってるしね。今日は リサイタルは迷ってます、正直。いやでも毎年レベルじゃないっしょ。クマありがとう。いやこれゆきち越え、あのね、リスナーリサイタルは今ちょっと恥ずかしくて、ちょっと躊躇してて今。前いつぶりだっけカラオケ。8月9月行ったか。むしろこの中で渋谷のコスプレ行ったことない。